先月いっぱいで引退した仙台市営バスのお別れイベントが若林区で開かれました。市バスのお別れイベントには25人の募集に262人が応募しました。京都や神奈川からの参加もありました。交通局では先月までに車体が古くなったりメーカーの部品製造が終わったりしたバス21台が引退し、今日は希少性の高い3台の撮影会が開かれました。このうち1台は2002年に採用された日野製の車体で、車椅子で乗り込みやすい電動スロープが搭載されています。今のバスではもうこの機能がついてないので、それが今こうやって仙台での地で見ることができてすごく嬉しいですね。さようならするのはちょっと寂しいんですけど、市民の方の足になって働いていただいたバスなので、ちょっと記念に今回は写真たくさん撮って帰ろうかと思っております。会場では現在は使用していないバス運転者のネームプレートなども販売され、参加者が買い求めていました。